新見公立短期大学は、岡山県新見市西方1263の2に、本部を置いていた、日本の公立大学である。1980年に設置され、2020年に、廃止された。大学の略称は、新見短大。1980年、新見市、大佐町、新郷町、鉄田町、鉄製町からなる、阿新高コ事務組合により、 いわゆる全国初かつ唯一の組合立短期大学として設置された。これは1980年前後の文部省が一自治体単独での短大設置に難色を示したため、開学認可を得るための区肉の策として組合立が取られたものである。高知は旧二弓市立商業高等学校の高知を転用した。2005年、 事務組合の町が新見市に編入されたことにより設置者が新見市に変更となった。遠隔の欄にもあるように2008年度より公立大学法人化された。学科体制は2学科であった。2010年4月に3年生の看護学科及び1年生の地域看護学専攻科を4年生の看護学部、看護学科に改編して新見公立大学として開学した。 2020年9月2日に廃止認可された、遠望学科過去にあった専攻行壁化取得資格について、付属機関大学関係者、ありがとうございます。